A グループ、今シーズン2度目となる伝統の静岡ダービー、7位清水エスパルスと4位ジュビロ磐田が激突しました。試合はまず磐田に決定機、27分、中村大輔のクロスに小川、3試合連続ゴールを虎視眈々と狙います。攻撃のリズムをつかんだ磐田、29分、藤田義明のシュートを足田優斗が押し込み、ルヴァンカップ初ゴール。4月1日 J1 でのダービーマッチも3対1で制している磐田がこの試合でも主導権を握ります。今シーズンホーム公式戦では未だ勝利のない清水、反撃に出るべく前がかりになりますが、34分でした。村松のバックパスをキーパー植草が処理を誤り、アダユートンが抜け目なく押し込んで連続ゴール。清水は集中を欠いたミスで試合を難しくしてしまいます。リズムを乱した清水でしたが、40分、金子翔太がペナルティエリア内で藤田に倒されペナルティキックを獲得。これを金子が自らきっちりと決め、清水が1点を返して試合を折り返します。一気加勢に攻めたい後半の清水、48分、北川コーナーキックのこぼれ球を押し込んで同点。しかしここで磐田イレブンが審判団へ猛抗議、混戦の中でキーパー志村に対するファールがあったと主張します。審判団の協議の結果、判定はノーゴールへ。清水にとっては納得のいかない判定。反撃ムードに水を差されたかと思われましたが、53分、村田のクロスに再び北川、今度は文句なし、正真正銘の同点ゴール。56回目の静岡ダービーは伝統の一戦にふさわしい白熱の展開に。やられたらやり返す、62分の磐田、ショートコーナーからのこぼれ球を藤田、右足で豪快に突き刺し磐田が勝ち越し。壮絶な点の取り合いとなった静岡ダービー、締めくくりは84分、途中出場上原力也がプロ初ゴールを決めて4対2、ダービーを制した磐田が3連勝を飾りました。